どうもケントです、日本滞在2日目です。今から静岡県に向かいます。渋谷、今日ここから高速バスに乗ってね、静岡県の方まで行ってみたいと思います。新幹線でもいいんですよね。バス乗った方が前乗ってね、インターとか止まってくれるからすごい楽しいんですよ。僕らみたいなこっちに遊びに来てる人にとったら、インターとかアメリカないからね、そこでなんか食べ物とか売ってるじゃないですか、ご当地名物とか、そういうのを買うのが楽しみやなと思ってるんですけど、ちょっと今から行ってきます。日本はね、何でも美味しいですよね。セブンイレブンのシュークリーム、あとはね、この微糖コーヒー、早速いただきます。あ、普通に美味しい。見てこれ、みんなもう馬に引き、足柄パーキングエリアに泊まりました。 F1 のレーシングカーが飾られてる牧之原インターというとこ、また泊まりました。わー、セミの音がね、懐かしいです。日本帰ってきたなーって感じがしますね。この音聞いたらちょっとね、サービスエリアでなんか食べるものでも買おうかな。遠州唐揚げやって、いやこれ美味しそうやね。こういうのいいですよね、サービスエリア、アメリカにはない文化です。お、たこ焼き、茶畑がいっぱい、こんな感じ。最近のね、長女はね、この猫耳をつけるのがマイブームらしいです。とりあえずね、ちょっと着くのが遅くなっちゃったから、遅めのお昼ご飯、ハイボールやってきましたよ。いいですよね、こうやってちょっと車運転しないでいいからね、飲み放題です。うわ、切った、餃子とつけ麺定食やって、もう最高ですね、日本、うまそう。いただきます。あ、このつけ麺とかね、普通にめちゃくちゃ美味しい。なんかアメリカにはないクオリティですね。なんかそれ以上になんかこうズルズル言って食べても怒られないみたいなジロって見られない雰囲気がいい感じです。帰ってきました。おはようございます、ケイトです。今はね、翌日の朝の5時です。ちょっとね、時差ぼけ気味でも、なんか頑張ってて夜の10時ぐらいまで寝ないでね、で大体ね、4時半ぐらいに目覚めるのかな。微妙に時差ぼけ、なんか今は僕の父親と次女と親子3代で散歩しますけど、なんかいいですね、このセミの声とか、アイスクリームとか食べてますけど、朝からあ、なんか幸せやな、これアイスクリームとか、これね、抹茶アイスクリーム、めっちゃ美味しい。アメリカ行ったら絶対買えないな、ニジアとかジャパン行かないと、普通に買えるっていうのが嬉しいね。あ、気持ちいいですね、やっぱりね、もう暑いしますね、朝から暑いです。東京はね、涼しかったんやけど、やっぱ地方とか、こっちの方来ると、あったか、暑いな。わ、なんかいるみたい。ザリガニとかいるんかな、こう。そんな感じ。わ、なんか、日本って感じやね。わ、こういうハスとか、なんか、日本って感じがするな。あんまカリフォルニアで見たことないような気がするけど。孫とじいちゃん。両方ともね、朝早起きなんで。田んぼを、カモの親子がいる。カモはどこ行ってもカモですね。なんかアメリカのカモと同じようなルックス。あの子ジャンプしてるね、面白いね。何してるんやろ。なんかまたジャンプした。なんかね、ここら辺微妙にちょっとカブトムシの匂いがすんねんけどな。なんかいるかな。わあ、ファミマのアイスコーヒーもめっちゃ美味しい。セブンイレブンが美味しいかと思ったらこれも美味しいね。これはちょっとね、アメリカにはないクオリティですね。うちの実家のね、アトムくんです。略してトムくんね。もう結構どれぐらいかの、10歳ぐらいなんかな。もうおじいちゃんで、見てこれ、おむつ履いてるんですけどそう、でも可愛らしいです、なされるがまま。他にもね、何匹かいるんですよね。この子はね、アメちゃんですね、アメリちゃんで、この子がね、さっきのトムくんとアメちゃんの娘のタバサ。可愛らしい顔してますね、この子。君も可愛いよ、君もね。ここ収録スペースにしようかな。
ね、頭くんもいるし、おむつ履いてるよ。でね、今からね、最後にね、このさっきのね、さっきというか昨日のインターで買ったこのうなぎコーラっていうものをね、ちょっと飲んでみようかなと思いますけど、すごくないこれ、うなぎエキス入りとか書いてるし、あれやな、うなぎパイとかと同じような感じなのかな、なんやろこのうなぎエキスって、なんかちょっと気持ち悪いような気がするけど、飲んでみましょうか。そんな感じなのね、これ静岡名物ですよ。ちょっとこんな感じで、お、なんかでもコーラの匂いですね。ちょっと入れてみましょうか。まあ色は普通やね、なんかうなぎ色っていうのかな。コーラやね、普通の匂いも普通のコーラ。飲んでみます。普通やね。全然うなぎが出てへんし、うなぎパイと一緒やな、これ。どうなんやろうね、これ。元気になるんかな、後で。ちょっと飲んでみる？ちょっと、長女もちょっと飲んで、感想聞いてみますけど。普通のコーラよりもっとシナモン。あ、そう。ちょっとシナモン風味が強いらしいですね。まあでも、変わらへんかな。ちょっとね、まあ最後の最後にね、実家に来たら結構なんか恥ずかしいものがいっぱいあるんですけど、ちょっとね、こういうのあったから、これちょっと恥ずかしいな。高校の時の卒業写真ですね、これ。もうこっちのね、高校はね、こっちちゃうわ、アメリカの高校はね、こう、タクシードとか来てね、写真撮影されるんですけど、この、めっちゃ恥ずかしいけど、なんやろな、なんか目が切れ長ですよね。整形とかしてないですけどね、こんな感じでした。いや、めっちゃ恥ずかしいな、これ。何年前やろ、93年卒やから、24年前の写真。ずいぶん昔やな。まあ、こんなんね、他にもね、いっぱいあるはずやから、ここのね、実家にある写真でね、なんかね、ビデオ作れるかなと思うんで、滞在中ね、ちょっと、それ楽しみにしておいてください。もしかしたらできないかもしれんけど、ね、できたらやってみようかなと思いますけど。ということで、今日は以上です。もしこの動画を見て面白いと思っていただけたら、いいねよか。こっちか。あとチャンネル登録もなっていう人は、チャンネル登録ね、ここね、チャンネル登録、お願いします。それでは。